さあ、森さん。はい。2時54、5分かな。はい。多分そろそろ。流れますかね。そろそろ流れるはずなんですけど。特茶のすごい CM が。すごくないですか、これ流れるってマジで。テンション上がりますね。テンション上がりますか。テンション上がるでしょう。来るんじゃないですか。55、もうちょいかな。お昼休みはウキウキワッチンって。お、来た来た来ました来ました。あれ俺ですよ俺ですよ。あれ指揮所、人がいない。お、気づいてくれた。気づきました。僕です。あれ、今の僕だったんですよ。すごくないですか。あ、それをわざわざ雨の中見に来たんです。すいません、どうも。お邪魔しちゃって。グッドアフタヌーンを。やりましたね。やっぱり余韻がなさすぎましたね。ギリギリまでこのマックいたから。そうなんですよ。無駄話が多いから、本当。ピーンが思んないってね。そんなこと言ってないけど、そんなこと言ってたんですか。ピーンが思んない。いや、何を言ってるのかわからない。大ファンですから、僕はね。何の余韻もないでしょ。いや、興奮はありましたよ。やっぱ、ないでしょ。やっぱあれ俺ですってやっぱ言っちゃいますね。あ、最後なんて言ってるんでしたっけ。オンライン診療もよろしくって言ってます。線路の向こう。線路の向こうね。いやー一応興奮してて、あっという間に終わっちゃいましたね。あっという間すぎて何もないですね。何もなくはない、言い方が。あっという間すぎて。とりあえず飯でも食いましょうよ。オンライン診療はウエストクリニックへ。やっぱちょっと余韻が待った、やっぱもうちょっと5分ぐらい前から待った方が良かったですね。そうですね。だから尾形さんが話し込んじゃうから、おもんないなって。なんでそんなこと言うんですか、あんな頑張ってらっしゃる。ずっと思ってたから、ずっと思ってたからで出てきたじゃないですか、モニターに。おもんないな、若作りが結構ひどいな。何をおっしゃいますか、ベテランですよ、ね。いや、なんかベテランのあれだけど若手のふりしてるじゃないですか。ピーン話はいいんですよ。マジっすか。CM の話しましょうよ。ウエストクリニックさんの。ウエストクリニックさんの嬉しい限りじゃないですか。いや、なんかね、ツイッターで見たんですけど、はい、なんか神さんのファンの方、はいはい、なんか神さんのファンの方が2回ぐらい、なんか2時あのここ見に来て撮りに来たらしいんですけど、はい、2回撮り逃したらしくて。なんでですか。2時間ぐらい待ったっつって。まあ、確かに始まりますよっていう、はい、始まりますよっていう合図はないから、うん、ずっとそこに集中してこなきゃいけないっていう。一応概要欄に出たんですけどね、55分からって、でも今日も55分でしたもんね、はい、いや俺ら1分もないうちに始まったじゃないですか、はい、まあ、一応ノイさんから見に行こうって言ってましたもんね。そうですよ、絶対見に行きたかったですね。いや、本当あんまりないなと思って。ただやっぱりあの神ちゃんの方に目が行きますね。やっぱり可愛い女の子が喋ってる方に目が行くなっていう。なるほど、うん、じゃあ広告としては、まあでもじゃあノリさんいらなかったってことですかね。いや、そうは思わないですね。やっぱ俺がいるからこそ神ちゃんに目が行くってのはあるんですよ。俺が必要悪として、うん、あそこにいるのが大事ですね。いや、でもいいバランスですよね。そうですね。なんだあの丸っこいのは、なんだあの可愛い子はっていう、それは必要ですよ。新宿の皆さんこんにちはって言われるから、ちょっとね、はい、なんか今日電車乗ったんですよ、吉祥寺の方に行ってて。で、新宿から来るときに、はい、電車からもあのモニターやっぱ見えてるから、うん、いいですね。なんか本当2人の知名度、神さんの AV も売れるかもしれないし、そうノリさんももっと売れるかもしれないし、ね、ですね、あの CM のおかげで。あの俺のきっかけ、よくあるじゃないですか、きっかけ何でしたかと、あの CM ですねって。そうですね、これがなかったら今の自分はないみたいな。ないみたいな。そういう意味では僕の原点と言ってもおかしくないぐらいの。まあ、とりあえず無事に見れたっていうことで。そうですね。お疲れ様でした。いや、このドキドキしましたけどね、遅刻しちゃいけないっていうプレッシャーもあってね。あのギリギリ
ずっとピー。新宿の皆さん、こんにちは。こんにちは、神アンナです。お天気のりです。最近男たちの元気がないんですよ。そんな時は線路の向こう、日本正規品取扱ウエストクリニックへ。オンライン診療もよろしく。チャンネル登録はこちら。おすすめ動画も見てね。俺も見る。